マジ長いです。ちょっとあんま長いと、もうミーも出現しちゃいそうで怖いです。あんまりちょっとソリティア長引くと、その分俺も喋って場を繋がなきゃいけないから、なんかちょっと言っちゃいけないこととか言っちゃいそうで怖いです。というかもう言ってます。もう言ってるので手遅れです。あー、手遅れボーイ。もうかなり手遅れです。この時点でだいぶ手遅れ入ってます。もう危険です。また炎上します。ミーまた炎上します。やばいです。もうしょうがないです。もう炎上して。でも炎上してるうちが花です。もう炎上してるなら炎上してるでも構いません。もう炎上楽しみましょう。皆さんで炎上楽しみませんか。あー、そうだ。身長170センチ以下は人権ないらしいです。木工ボーイ、残念です。身長700、最近ミーも耳にしたんですが、身長170センチに満たないものは、なんと人権が与えられないそうです。おー、木馬ボーイ、そして木工ボーイ。かなり残念です。悲しいです。それは。本当になんでそんなこと言ったの、でもなんでそんなこと言ったの、なんでそんなこと言っちゃったの。あー、ヨシキボーイ、ヨシキボーイも確か170あったとき多分なかったです。何、何回ダイレクトアタックを。あと虫眼鏡ボーイも多分170ないです。やばいです。人権あります。170以下でも、でもそれで音竹ボーイがなんかちゃんとなんか人権はありますって言ってたの。乙武さんがそれでも私は手足がないですが人権はあります、みんなに人権はあるはずですって言ってて、ちょっとグッときました。それはちょっとグッときた、さすがに。